放送席、放送席、今日はバッテリー2人に来ていただきました。まずは今シーズン3度目のスタメンマスク、谷川原選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。まずは今日スタメンで行くぞと言われた時の気持ちというのはどうだったんでしょうか。まあ気合が入りました。そして坂東投手とバッテリーを組んで6回2失点にまとめました。まずキャッチャーとして今日の手応え聞きましょう。どうでしたか。ホームランを2本打たれてしまったんでそこは課題ですけど、坂東さんがものすごい頑張ってくれたので、いい結果につながってよかったです。それから打つ方では見事なタイムリーツーベースヒットがありました。あの打席振り返ってください。前のバッターの今宮さんが送っていただいたので、絶対返すという気持ちと、あとホームラン打たれてしまったのでここは僕が返そうという気持ちで立ちました。それからその後三塁に進んで牧原選手のセーフティースクイズ、懸命にヘッドスライディングをして1点もぎ取りました。走りながらどうかなと思ったんですけど、セーフになれてよかったですね。それから今日の試合はずっと澤手さんが見守っていました。試合前に話をする円陣の中で声をかけるという場面もあったみたいなんですが、そのあたりってのはどうですか。やっぱレジェンドの方に来ていただいて、昨日も声出ししてもらったんですけど、やっぱすごいチームが まとまったというか、本当に力強い言葉をいただいたので、それが頑張れる、源でした。さあ負けられないシーズン終盤の戦いの中で、これで連勝ということになりました。ファンの皆さんに向けて一言最後にお願いいたします。まだまだ優勝できると思っているのでこれからチーム一丸となってここからずっと勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。まずは谷川原選手でした。ありがとうございました。続いて坂東投手です。およそ1ヶ月ぶりの先発マウンドということになりました。まずどんなことを考えてマウンド上がったんでしょう。そうですね、結果は気にしないようにとにかく自分のできることを一球一球一人一人っていう気持ちでマウンドに上がりました。結果は6回を2失点試合作りました。このあたりというのはどうだったんでしょう。そうですね、先制してもらって、逆転されてちょっと苦しいピッチングになってしまったんですけど、野手の皆さんと、谷とあと中継ぎの皆さんに感謝したいと思います。降板してからも1点差の場面、勝利の方程式がしっかりと守ってくれました。このあたりどうですか。やっぱ見ててもみんなすごい球投げてましたし、本当に見てて安心するなというか、改めてすごいピッチャーたちだなと思いました。昨日は石川投手のノーヒットノーラン、そしてこの坂東投手の好投もあってチームは連勝ということになりました。勢い出てきたんじゃないですか。そうですね、昨日石川さんが本当にすごいピッチングしてたんで、自分自身に乗ることもできましたし、チームもすごい勢いがあると思います。そして谷川原さんにも話したんですけれども、今日は澤手さんがずっと試合を見てました。そのことに関してはいかがですか。そうですね、もう本当にホークスのレジェンドの方に、昨日も声かけてもらったんですけど、その来てくださってる前で勝てて本当に良かったと思います。何かこのオーラみたいなものっていうのは感じましたか。もちろんありますし、久しぶりに見てなんかさらにかっこよく見えました。かなりひげも伸びてましたよね。はい。さあそれでは詰めかけたファンたくさんいらっしゃいます。メッセージを一言お願いします。はい、まだリーグ優勝を狙えると思うので、とにかくそれを目指して一戦一戦、自分も与えられたところしっかり仕事ができるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。坂東投手でした。
今日は投打そしてまたバッテリーがヒーローとなりました。アニバーサリーデーということでこれからキッズインタビューを行いたいと思います。これからキッズインタビューも、ね、行えるということで一度谷川選手下降りていただいたんですが、もう一度壇上に上がっていただくことできますか。今日インタビューをいただくのはまず自己紹介しましょうか。名前お願いします。山崎蒼天です。今日は山崎蒼天君に来ていただきました。それぞれ2人の選手に聞きたいことがあるということですのでインタビューをお願いします。試合前の円陣は誰が決めるんですか。緊張しますか。円陣は年下順に言っていくっていうので決まります。で緊張は試合出るより緊張します。続いてもう一問お願いいたします。今度は坂東投手にお願いします。試合前のホークスの選手の中で誰とよくご飯を食べに行きますか。マイクを近づけて、マイク近づけて。そうですね、誰にしよう。誰にしよう。東山さんと石川さんたちに誘ってもらうことが多いです。はい、ありがとうございます。さあ蒼天君インタビューしてみてどうでしたか。とても楽しかったです。皆さん蒼天君に大きな拍手をお願いいたします。以上キッズインタビューでした。放送席どうぞ。選手の皆さんありがとうございました。坂東投手ね、考えてから言ってましたけど、まあね、急に言われても分かんないでしょうから。東山石川といえばノーヒッターですから。そうですね、今度はノーヒッター、まあ、そのくらいね、慣れるまでそうなるとやっぱ長いイニング投げてる。いや、まあ、そうですよね、まあ、でも本当、まあ、今日はまた多少1段階上がったような感じですね、はい、また新たなヒーローが出てきたっていうかね、まあ、これから先上を狙っていくにはいい、ね、戦力的な人たちが出てきたんで、ね、そうですよね。谷川も含めてね、はい、まあ、バッテリーとしてもそうですし谷川はバッティングもやっぱり見せてくれますもんね。まあ、足も使いますしね、セーフティースクイーズも若干遅れたんですけれど、やっぱり途中から速いですよね、スライディングもね、だからそういう意味では走攻守揃ってる感じですよね。まあ、あとは細かいキャッチングでしょうね、はい、ここで藤井の時に変えられるってことはまだまだそこは下位捕手の方が上だという、さてスポーツライブプラスでは試合終了後終わったばかりのホークス戦をどこよりも早く振り返り徹底的に深掘りしていく番組ホークスアフターゲームショーをこの後放送いたします。番組では解説の若根義晴さんへ今日のゲームについての質問や疑問などを X、旧 Twitter で募集しております。ハッシュタグホークスアフターゲームショーをつけてどんどん投稿してください。今日はちなみに谷川選手が生出演予定ということで谷川選手に聞きたいことなどもたくさんお寄せいただきたいと思います。まあ、今日はでも本当マスクそんな本当被ることがね多くない中で、はい、まあいい一日になりましたね。まあでもやっぱりキャッチャーの楽しさっていうのは分かったんじゃないですかね。嬉しさも分かるでしょうけれど、まあ、今日はどんな話をしてくれるのか、ね、楽しみですね。まあ、特に今日はキャッチャーの若田さん、いやいやいや、ね、若田さんがいらっしゃいますので若田さんからも、ね、ご質問いただきますが、それではいきましょう。3、2、1。ソフトバンクホークス2連勝を飾りました。まあ、8月はこれで3度目の2連勝になりますが、まあ、逆に言うと3連勝がまだ最近はないと。